チャナナサリナは日本のモデル、女優、元レースクイーンである、千葉県出身、ブルース・カイ・ウォーカーズ所属。本名及び、旧芸名は山田サリナ。父親が日本人、母親が太陽国出身のハーフ。タイの病院で生まれ、その後千葉県に移住し育った。中学2年の時に原宿でスカウトされ、モデルエージェンシー、アデッソに所属。 2014年にはメントスの CM でケミオと共演。2015年にはイメージ DVD サリナ360度の発売もあったが、2016年に現事務所へ移籍。2018年スーパー GT ゼントスイーティーズの一員としてレースクイーンデビュー。日本レースクイーン大賞2018新人グランプリではファイナリスト10名の中に残るも、 受賞はならなかったが、2019年1月12日に、東京オートサロンで行われた、日本レースクイーン大賞2018受賞式において、ヤングマガジン MF ゴースト賞を受賞。MFG エンジェルスとして、同志のグラビアを飾った。2019年6月3日、ミスジャパン2019東京大会に出場し、準グランプリを受賞。同年9月17日、 第2回ヤフカミスミスターコンテストでミス・着物美女グランプリに選ばれる。2020年は全都スイーティーズ卒業を機に RQ から離れ立ち技格闘技イベントクラッシュのラウンドガールを務める。2021年3月18日自身の23歳の誕生日にデジタル写真集チャナワールドを発表。同年9月24日 ミスグランドジャパン2021全国大会に出場し、ファイナリスト37名の中からグランプリに選ばれた。クラッシュガールズ、チャナナサリナ YouTube 2020年5月26日、閲覧。タイと日本のハーフ美女、チャナナサリナが、ミスジャパン準グランプリ受賞で今後を語る。YouTube 2020年5月26日閲覧。 雑誌広告のことなら雑誌広告 .com30 秒。CM 武蔵の広告者 YouTube2021 年10月6日、閲覧。交通広告のことなら交通広告 .com30 秒。CM 武蔵の広告者 YouTube2021 年10月6日、閲覧。ザ・ローランド賞、公式、マスコミが17社も、出席。 絶世のハーフビジョン2人採用しました YouTube 2021年10月6日、閲覧。ありがとうございます。